サイコロとかけまして告白と解きます。そのこんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画であなたの確率に関する知識とサイコロに関する爆笑謎かけをやっていきましょう。で、最後ね、面白かったらね、ぜひチャンネル登録お願いしますよ。やっておりますよ、今日もね。はい、こんな問題です。1個のサイコロを3回続けて振り出る目の数を順に ABC とする、括弧1番 A と B と C にこういう代償関係がありますよと、こうなるような目の出方は何通りありますかっていうのが括弧1番ですね。はい、じゃあまずは括弧1番からやっていきましょう。例えば、イメージを書きますよ。ちょっとこれ考え方ですよ。今 ABC にこういう順序があるので、例えば、1と3と6みたいな形ですね。まあ他にも何でもいいんですよ。2と3と4とかでもいいですしね、1、2、3でもいいですしね、1、2、6でもいいですしね、っていう風になるのって全部で何通りありますかっていう問題なわけです、括弧1番は。じゃあ、これを見て1とか3とか6とか、まあ2とか3とか4とか、1とか2とか6とかっていうのは異なる3つの数字ですよね。そりゃそうですよね。ここに統合がないので111みたいになることはできないわけですよ。なのでまずは3つ数が必要なわけです。でサイコロの目って全部で6つ数があるじゃないですか。ということで 1,2,3,4,5,6 の中から3つの数を選んであげれば、とりあえず3つ数ができますよね、こういう 1,3,6 みたいに。じゃあその選んできたこの3つの数っていうのは順序がまだついてないわけです。選んだだけだから 1,2,3,4,5,6 の数から3つ選んだだけなのに順番ってついてないですよね。1と2と3みたいな、聞こえました？1と2と3、1と2と3みたいなね。じゃあこの取ってきた1と2と3っていうのをちっちゃい順に A、B、C って当てはめてあげればいいですね。ということで、ここから答えです。6つの目、1,2,3,4,5,6 の、6つの目から、3つを選び、で小さい順に ABC とすればよいですね。ってことで答えは6個の目から3つ選んでくれば OK です。ってことで 3×2×1 分の 6×5×4 の答えは20通りになりますよと。もうこんだけです。イメージが湧きますかね。例えば、4と5と1っていう数をこう選んできたと。でこいつらにはまだ順序がないわけです。 6C3 のこう20通りの中の1通りを書きました。でこの選んできた数を順に1、4、5ってすればいいでしょって言ってるわけです。 OK ですか。この選んだ3つの数に対して並べ方は1通りしかないですよね。ちっちゃい順に並べるんだから。だからあともうこの選んだ個数がそのまま倍の数になりますよね、括弧1番の。はい、じゃあ次括弧2番なんですけれども、謎かけが気になりますか。もうちょっと待ってくださいね。はいはい。じゃあ A が B 以上または B が C 以上となる確率求めなさい。まずこの問題を見た時の第一印象はどうでしょうか。どんなふうに思いました。宮古寺はですね、ダリーなって思いました。何がダリーなって思ったかというと、ここのまたはですよ。またはだったらこう、ここの確率とここの確率求めて、ここの共通部分の確率をまた求めて引かんといけんじゃないですか。これ足すこれ引くここになりますよね。それが嫌だな、めんどくせえなって思ったわけです。じゃあまたはを括弧にするには否定すればいいですね。確率の世界で否定といえば余事象ですね。なのでああ余事象使おうって思いました。まあ今口で説明したのが、まあ 0.1 秒ぐらいで、はい余事象かってなりました。はい、ということで余事象を考えましょう。余事象で考えますよ。はい、じゃあ全体引く確率の世界なので全体は1ですね。今確率の世界ですからね。1マイナス、A が B 以上または B が C 以上っていうこいつを否定してあげれば、 A が B よりもちっちゃいよ、かつ B が C よりもちっちゃいよとなる確率になりますね。となる確率。じゃあ A が B よりちっちゃい、かつ B が C よりちっちゃいっていうのは、つまりこんな代償関係があるってことですよね。 A が B よりちっちゃくて、かつ B が C よりもちっちゃいよ。
となる確率になりますよね。じゃああれれ、なんか見たことあるぞと思いました。これ括弧1番なんですね。まあまあ何の関連もないわけがないんですよ。じゃああと 1-、 今回は確率なので1個のサイコロを3回続けて振ってますね。6通り ×6 通り ×6 通りです。つまり6の3乗分の、この A、B、C のこの大小関係の場合の数は20通りでしたね。なのでここは20になります。じゃあ 1-、 まあ 6×6×6 分の20になってるわけで、2で約分してあげて3と10、2で約分してあげて3と5になりますね。なので、黒く 50C、 1-黒く 50C 分の5なので答えは54分の49になりますよということです。なので今回のこの問題っていうのは、まあ、括弧1番でね、こんな風に 6C3 っていう6個の目から3個の目を選んできて、でそれをちっちゃい順に並べるよっていう発想があるかどうか、で括弧2番でここまたはダリーなと思って余事象の発想ができるかどうかっていう問題でした。さあ、じゃあサイコロの問題なんでね、整いました。サイコロとかけまして告白と解きます。その心はどちらも振られることがあるでしょう。宮古寺です。はい、ドーンってなってますよね、今ね。すいませんね、あのなんか電車乗ってる人ね、もうなんか携帯見ながらもう、ってなっちゃいましたよね。はい、ということでね、あの、ちょっとでもね、ここが 0.1 ミリでも動いた人はね、あの、チャンネル登録お願いしますよ。はい、合格できる